足をうまく払っていきました。捉えている、もう一つ、もう一つだ、4つ、5つ当たっている、なかなかありませんが、これもらい出したらよくないんですよ。左フックです。第2ラウンドも高野の方が最後、どうですか、今タオルが投入されました。葛西が勝利を収めました。カズマ丸山、丸山が自分から行き捨て、赤フ、これ平選手落ちてると思うんで、さあこれで丸山がテイクダウンを取れれば、下からここも投げていきますが、上からパウンド、丸山、丸山まとめる。さあ首を抱えていますがどうでしょうか、ダースチョークない、はい、さお、はい、そのまま今アタック、強さを見せました。オフマン効果、お互い勝負根性、危ない危ない、両者ともにいいっすね、お互いのオスマンも跳ねた、組んでいく、倒した、そうですね、おお、いきなり入りました、後頭部入っています、そして側頭部入っています、側頭部巻いています、あ、落ちた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 、レフリーストップ、秒殺です。元チャンピオンのブレアはやはり強い。浜本キャットユータ、ファイトが持ち味、今日勝てば自分にとっては欄干が見えてくる大一番だと浜町来るなしていました前田、これ組んでるんで抜かれそう、シグレレクタケさん勝者を行うのはジョセフ浜町、判定3対0、郷島大輝、動きそういう印象ですけどね、いいですよ、その中でさあ花田、いやいや、そんな動きにはまるところなんで、どんどんもう、おー、リーダー当たった、このトレンダレンダー決めています、逆転勝利、大島大輝、オハントーヤー、強引にいった、強引にいった、まだ耐えた、右に倒れた、倒れている、さあ、当てていく、ケージにはバウンド差し締めていく、右腕が巻き込んでいる、ティモチンカどうでしょう、締め上げるのか、18歳の小原、やばい、今日当たらない、今日第1ラウンド1分たたまして、カットー、やったー、ここからが上がってきました、テイクダウンです、ここからアウト、クロレスのパンチ、カトのパウンド、ザッツレスリングです、そしてバックを取っていこうというところ、ナイスレスリング、はい、ナイスリバーサルですね、赤コーナー加藤康隆勝利ということになりました、加藤リンダーバル、上から潰して魔王も突っ込んでいく、押しつこく言ってますね、ミドルキャッチ、残り20、ここで足のかけ、小田さん、おっといいですね、これはどうなるか、まだ序盤ですよ、ですね、取ったんじゃないですかね、10対9、はい、東京の渡辺兼明、ね、負けてるのは行くしかないだろうということが見える化されるというね、パンチ、膝、細かく入れていく、さあ、あとは渡辺兼明、さあ、この試合は中村大輔、体力だけではなくて気持ちのスタミナというのも ね、あるでしょうね、さあ、これはアブロックか、アブロックいくのか、ただ、ここから中村としてはまだ2分もありますし、時間もたっぷりある、ここから逆転できるのか、中村大志、おお、一気に下ろしを上げている、そうだ、認め
ールから、さあ首に行った、セッティングして締めていく、どうだ、深く入っているか、自分の体勢でテクニカルノックアウト、赤認め総大、第2ラウンドで仕留めました。